せーの、はい、よいしょ、はい、おはようさん、ひとりおやじです。はい、皆さんいかがでしょうか、お元気ですか。今日はですね、前回の動画の最後にね、少しお話をしてる、体重計というか体組成計ですね、タニタのインナースキャンデュアルとタニタのアクティビティモニターカロリズム、活動量計ですね、まあ、このお話なんですけどね、まあ、突然急に、池おじ工場委員会というのを始めたいと思います。まあ、一体何なのとね、これはですね、ネーミングには全く意味はございません。なんかそれっぽい音で、そういうなんとなくのそんなニュアンスというか、音的にそんな感じがいいかなと思って、今工場委員会と、あと推進委員会とかね、まあ今適当にね、工場委員会ってなってますけど、こだわりはないのですぐなんかに変えるかもしれないし、こだわりがなさすぎてずっとほっとくかもしれないしっていう程度の名前です。ただまあ要するにイケおじですよ。イケてるおじさん、かっこいいおじさんになりたいね。まあ私自身そこを目指したいなと頑張ってね、そう思ってるので、こうまあそういうね、かっこいいおじさんを目指す上で、こうなんかね、それに必要というか、そういうアイテムとかお話とかね、できたらいいなと思ってます。どうですか、一緒にイケてるおじさん目指しませんかっていうことですよ。誤解されたくないのが、決して私がかっこいいおじさん、イケてるおじさんですって言ってるんじゃないですよ。今から目指すよって言ってるだけなんで、目指すよって言うのは別にいいじゃないですかね。今はこうだけど目指すよってことですよね。それのアイテム、まあなんだろうな、世間的にはこうね、やっぱり若い方から汚いなの臭いなの、こうなんとなくね、気持ち悪いとかキモいとかね、言われがちじゃないですか。わかんないけど、まだ言われたことないな、多分ね、わかんないですけどね、陰で言われてるのかもしれないけど、まあそういう風にできるならなりたくないということで、まあ今日ね、その第1弾のアイテムってことに一応なるんですけど、体重計、体組成計か、まあ何が関係あんのっていう、やっぱね、自分を管理する、体重だの脂肪だのっていうのを管理するっていうのは、やっぱりその道の一つじゃないかなと思うので、今日はね、この第1弾なんですけど、これ前回のその動画で、だからそうだよ、前回のお話も今日のそのそれに入れてもいいのかもしれないですよね。まあ前回はまだそのホワイトボードそのまんまそこに残ってるんですけど、まあ、ダイエットというか、私もね、やっぱね、こう年齢的にお腹がね、やっぱりぽっこり出てきて脂肪がついてきちゃったので、それを落としたいと思って、まあ、ダイエットやったわけですよ。で、いろんなこうね、失敗を繰り返しながら、どうすればいいんだろうって少し調べてみて、脂肪を燃やすっていうのは要するにそういうことなんだっていうのが分かってきて、その通りやったらちゃんと体重落ちてお腹へっこんだよって話をね、させていただいてるんですけど、まあでもやっぱ私専門家じゃないので、いろんなその言葉自体の本質的な意味とか、そういうのはね、こう理解できてないものも当然あって、それをまあなんとなく誤解、間違ってね、伝えちゃってるような部分もあるかもしれないんですけど、まあきっとあると思うんですけど、なんていうかな、私が言いたかったこと、要するにこういう、これが分かってそれを実行したから、ちゃんとポッコリお腹へっこんだんだよっていう部分はね、ちゃんとお伝えできてると思うので、ポッコリお腹悩んでる方少なくないと思うんですけど、ぜひ見ていただきたいなと、あれね、思ってます。まあちょっとね、長い動画なんで、こうね、時間がある時に10分ずつ3回に分けて見るとかね、その程度で、程度というか、まあそんなんでね、いいと思うので、ぜひ見に行っていただきたいなと思います。概要欄に貼っとくので、はい、ということで今日これなんですけど、そのね、動画の最後だと思うんですけど、でも言ってるんですけど、まあダイエットは成功した、お腹へっこんだ、だけどちょっと後悔してるのが、記録してないっていうことなんですよね。こうグラフになってれば、何日にね、どのぐらいの期間でどれだけ落ちたとかがね、分かるともっとね、楽しいと思うんですよ。なので今回はそれを今後はね、やっていきたいっていうことで、自動でこのスマホのね、アプリにこう
例えば体重計乗っかればその日の体重だの体脂肪だのがもう自動で反映されて自動でグラフを作ってくれるっていう環境が欲しくて、まあこれを買ったわけなんですけど、じゃあなんでこの中でもね、まあタニッタ、なんとなくメーカーはなんとなくで選んだかな。だけど、そのなんでこれにしたのかっていうようなこともあるので、まずその辺からお話をしたいかな。これがタニタの、ホームページの体組成計のページですね。90件あるんですよ、選ぼうとすると。この90個の中から自分が必要なもの、欲しいものってどれなんだろうっていうのね、大変だなって感じなんですけど、ホームページがすごくよくできてて、ここにチェック入れます。そうすると12個出てきたけど、よく見たら色が違うだけで3種類なんですよね。で、このデュアルタイプ体組成計っていうのは、このこうやって体重計乗ってこうやって手をビョーンと前にこう伸ばすやつ、見たことあると思うんですけど、それは必要ないので、そうなるとこの3つなんですよね。911、913、907。なので、これに、今ここにチェック入ってる。どれ？これだ。活動量計ですね。活動量計。これ、カロリズム。これも、ズワーッとあるので、さっきと同じですね。Welcome to the World of Tanita。どうのこうのペロペロピント。はい、これで全部です。中身はブラックを選んだんですけど、すごいですね。ビッカビカというか、まあキラキラ、こういう感じですね。ここガラスで、ここプラスチック、ここね。まああとは実際にもう使ってみてどうですかってところですよね。スマホとの連携とかなので、まあ、とりあえずこれ一旦置いといて、はい、こんなのが入ってましたけど、まあ本体はねプラスチックでできてるのはできてるんですけど、これいらないかな。このシールを剥がしてご使用ください。割とちょっと大きめかな、前使ってたのと比べると。いや同じ、あちょっと長い。74mm ぐらい、33mm ぐらい。アプリは iPhone ヘルスプラネットタニタのでやります。入手。開くと始める。ログイン ID、 まず無、あーこれパソコンで登録できないかな。スマホで ID とかパスワードを登録するのちょっと苦手なので、パソコンでできそうなのでこのページから登録します。無料会員登録ね、はい。で、規約同意、 ID、 パスワード、ニックネーム、メールアドレス、じゃあアドレスSD かな、アイディアね。パスワードは何桁？ 16、12 で作って、OK、ニックネーム、何しようかな、ルミネ、ひとり、同じ、ひとり、男性、身長171、誕生日、でしょ？で、都道府県、東京都、で、アドレス、購読しないかな。 OK、 これで登録と。登録ありがとうございました。でこれでこっちのスマホでログインすればいいんだね、多分ね。じゃあまずログイン ID をさっきのやつとログイン、メッセージ、データの同期に成功しました。まだ何もないのに許可しない。どういうこと？細めにしちゃった。よいしょ、データ入力か。なるほど。まずはこれも登録しなきゃいけないんですね。体組成計から入力するというのかな。うん、体組成計を登録する。そうすると電源が入ってないことを確認し、体組成計の丸、ここね、丸見えてるのかな、ここに丸があるんですけど、丸もしくは通信ボタンを3秒以上。通信ボタンってどこなの、まあ、これでいいんだろうね、多分ね。はい、1、2、
2013、いやなんか違うねこれ。今一回話しちゃったからなんか2016年どうのこうのなっちゃったらどうしよう。おーい、やり直し、せーの、はい、大きかった、来たよ、押したよ、はい、これでいいのかな。あ、これと同じ表示になってるの。で、押したけどどうするの。そしたら押したよ、3秒以上押してください。いや、押したけど何にもならない、この状態かな。はい、ありがとうございます。はい、すいません、わざわざありがとうございます。息子の学校から電話、先生から電話なんですけど、また何かやらかしたのかな、なんて、やらかしたのかなっていうか、また何やったんだろうですね、どっちかっていうと、だったんですけど、まあ、息子の描いた絵がどっかで金賞を取ったというご連絡をいただきまして、どっかに展示されて名前が新聞とかに出るんですけど、それいいですかっていうね、まあそういう幸せな電話でございました。なんかね、まあ私によく似てというかね、絵とかね得意なんだなこれな。ということで登録がうまく、あれ、画面収録止まってる。で、ここですね。これをオン。こうして、1、2、あ、マークついたぞ。OK、OK、OK。出てきましたね。ここで、このペアリングを押すと、OK。どうなる？体重増えたな。このマーク。これが出ると、こっちに、OK を押してくださいというのが出るので、これを押します。で、ペアリング、歩きの歩幅、走りの歩幅、はあ、はあ、はあ、なるほど。まあいいや、登録しようか。目標設定とかもあるんですね。じゃあこれをねやりましょうか。 53.5 以下、一日の目標歩数はないな。わかんない。この人のマークのプロフィールから、プロフィールを編集する。そうすると体型とか活動レベルっていう項目があるので、ここだけは設定しておいた方が良さそうですね。アスリートなのか標準なのか。で、活動レベルですね。これね、私低いに設定しておきます。これでいいんじゃないかな。そうすると、はい。どうにか体組成計と活動量計、これをアプリに登録して、それから初めて測って私のデータをここに反映させたという状態ですけども、そうするとこうやってね、体重キープの目安とか数字で出てるっていうのがすごくいいですよね。まあ、私が適当というかね、こんなもんだろうって計算したのよりも若干低いぞっていうのありますけど、まあ、今度これを目安にしていけば、減らすっていうこともキープするっていうことも非常にいいですよね。私のデータを取り込んでのこれですから、まああっちよりこっちをね、まあ、信じるべきですから、これを見ながら今度ね、少し、今これ 55.35 でしたけど、ちょっとね、実はトイレに行くのをちょっと我慢しているとかあるんで、若干これよりも低いはずです。なのでほんとね、ダイエットやってるともうね、必ずトイレに行ってから測るんですよ。ちょっとでも減ってたいので。なので実際はちょっとね減ってると思う、これよりも少ないと思うんで、まああと 1.5 キロぐらいですかね。また一旦落として、そこから今度キープですねしながら、今は有酸素運動してるのを今度は少しね筋トレなんかもやりながら、大したことはやらないですけどね、そういう方に行きたいなと思ってます。で、ちょっとね、このまず体組成計でいいんですよね。体組成計の何が測れるのかっていうのを全然言ってなかったと思うんで、まずこれはね、体脂肪率 BMI ですね、内臓脂肪レベル、筋肉量、基礎代謝量、体内年齢、体水分率、推定なんだ、骨量、骨の量、なんて読むんだ、骨量、アスリートモードはまあがあるよってことですね。で、4人まで登録できる、だから家族で使えるってことですよね。あとは体重のみ測定機能もあるよとか、ゲストモードもあるよとかっていうことですね。ゲストモードっていうのは要するに
私がこれ登録するじゃないですか。で他の人、ここに登録してない人が乗った時に、あ、ゲストだなっていうことで判断して、まあ、使えるっていうことですよね。まあそんなところかなと思います、これはね。でこっちはね、活動量計の方はまあ時計がついてる、まあ時計はまあいいです、時計でしょ。それから歩数、それから総消費エネルギー、それから活動エネルギーですね、が分かるということですので、これがね今度このアプリに反映されていくわけですよね。だからただね、今ねこう見ると、どこ行った、ん、グラフを見るでいいのかな、あ、そっか、そうすると体重とかそういうのがこう選べるわけだ、なるほどね。で基礎代謝量とかもこれを見ると1294だから、いくつでしたっけ、あそこに書いてあるかな、もう消えちゃってるかな、1380って書いてある、近いけどちょっと違う、1294みたいですね。なるほど、なんかもこうやってわかるということですよ。これね、カロリズムを見れば、あ、これがわかるんですね、活動量計のデータがね。なるほど、ということなので、まだグラフにはならないんですよ。こんな感じです。基礎代謝量、例えば点がポンと打ってあるだけなんで、体重どこ行った？あった。はい。なので54、ここですね。これは何だろう。これが今現在か。で目標を54に設定してあるから、 53.5 って設定できるのかな。目標値の設定53.5 にしてみようか。 53.5 できるか。これでさっきのところを見るとグラフ、体重、あ、 53.5 になってる。うん、こういうふうに、あ、今録画してるからいいのか、とグラフが出てくるってことですよね。これはいいですね。1ヶ月とか1年とか。なるほど。なので実際にね、このまま、まあほぼなんかない限り私毎日測るんで、そのデータを、こんなグラフができるよっていうのをね、また後日やった方がいいなと思ったらまた作らせていただきますので、今日のところはね、まあ言えることはまだ実際にね、どの程度これがいいかっていうのはまだ分かんないかもしれない。ただ私の気持ちとしてはすごい楽しみ、グラフができるんだっていうところと、自動で反映されるとかね、非常にこれはね、一つまた暮らしが面白くなるアイテムでもありますよね。ということで、今日はこれでね終わりですね。まあちょっとピー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 、お隣のダンプカーが今バックしてるんで、ちょっと待ちましょうか。 OK かな、大丈夫かな。はい、ということで、今日ね第1回目の、何でしたっけ、池おじ工場委員会の最初のアイテムでしたけども、はい、いかがだったでしょうか。ちょっとね、いろんなファイルがいっぱいできちゃってると思うんですよ今日。なので編集がねどうなるかすごい不安なんですけど、いつもより増してね、少しでもね、なんか面白かったなとかね、なんかありましたらぜひ高評価、グッドボタンぜひお願いいたします。はい、それから、これからもねこういう、まあ、こともやっていきたいし、他のね今までしばらくちょっとやってない DIY とか、あと栃木で、あ、レザー、栃木レザーとイタリアンレザーの話なんかもね、今もう撮る予定でいるので、チャンネル登録して待っていただけたら嬉しいです。チャンネル登録よろしくお願いします。ということで、あとツイッター、インスタグラムぜひフォローしてください。ということで、はい、今日はこれでおしまい。はい、最後まで見ていただいてありがとうございました。実際はねこれから使ってみてどうなんだろうってとこではあるんですけど、こうね、やっぱね自動で反映されるだとか、それがまたスマホで目で見て確認できるっていうのは、これからね体型を管理していこうっていうことを考えた時にやっぱね非常にいいんじゃないだろうかと思ってます。